ハリコーク。ハリエクは、日本の滋賀県高島市にある地区である。行政区画では、高島市新浅市町ハリコーに相当する。旧高島郡新浅市町ハリコーク。旧高島郡、あえば村ハリコー地区。さらに古くは、道群張江村。豊富にはき出るアド川水系の伏流水を生かした、人里の生活環境、川端文化、河端文化が存在する。 ハリコーの生水は環境省選定の平成の名水百選であり、隣接する下振地区と共に国の重要文化的景観に選定されている。また、同地区へのエコツーリーズム活動に対し環境省エコツーリーズム大賞を受賞した。川端は個人の住居内にあるため、無断で入ると住居侵入罪となる可能性がある。行動からは様子がうかがえないため、 見学をするためには前日までに予約が必要な有料のガイドツアーに参加するようがある。丹波高地と平山地を水源とする阿ド川水系の副流水である当地域の流水はハリコーの生水、ハリコー生水、ハリエの使用図と呼ばれる。200年もの歳月を経て24メートル前後の地下から湧き出すものであり、1日の流水量は約3,500トン。 タンクローリー約250台分相当。年間を通して摂氏13度前後の水温が保たれ、夏は冷たく、冬は暖かく感じられる。ミネラルの少ない軟水で、辛口丹霊の日本酒を仕込むのに向いているという、2000年以上の昔から地域に特徴的な水辺環境の下支えとなっている、名水であり、2008年、平成20年には、 環境省選定の平成の名水百選に選ばれている。現代では、ハリコーの生水を要する地域一帯は、ハリコー生水の里、ハリエシオーズの里と呼ばれている。ハリコー国独特の有水利用の文化は、農学者でもある政治家、加田ユキによって、川端文化、川端文化と名付けられた。弥生時代、2000年前前後の時代にはすでに、 存在していたと言われる川端は、母屋の内部にある、内川ただし、内川、バタと、別途や屋外にある、外川ただし、外川、バタに分けられる。地区内では、地下24メートル前後まで掘り下げると水脈があるが、地上まで自噴してくる湧水のある川端と、ポンプで汲み上げる湧水のある川端の、いずれもが存在している。井戸から流出した、地下水はまず、 壺池と呼ばれる部分に注ぎ込み、そこから溢れ出して、壺池の周囲にある、畑池に注ぐ。橋池には鯉や、ニゴロブナなどの比較的大型の淡水魚が飼われている。橋池は、集落内の水路と繋がっており、橋池から溢れた水は水路に出て、集落の中央を流れるハリエオ川へと、流ゴム。ハリコ大川は、琵琶湖に、最終的に流れ込んでいる。 21世紀初頭の現在も1 0軒、件。2009年6月、数十年ぶりに一基が新設されて108となったの、家で川端が利用されている。飲料水や料理用の水に用いられるのは、つぼ池の水である。また、つぼ池の水は夏でも冷たいので、野菜や果物、麦茶などを冷やす用途にも使用される。一方、橋池には、食べかすや、 野菜くず、使用された皿や鍋などを沈めておくと、タンチ内に飼われているデトリタス食性を有する淡水魚が食べ物のくずをすべて食べてしまう。また、水路やハリコウ大川には、コイ、オイカワ、タナゴ、ヨシノボリ、サワガニ、カワエビなどが生息しており、ここでも食べ物くずは、清掃、デトリタス食されていく。加えて、水路やハリコウ大川には、 アユやビワマスなどの希少な淡水魚も遡上してくる。現象著しいビワコ固有種のセタシジミ、CF シジミ種類も、ハリコー集落では、通常的に見られる。このようなツボ池、ハシ池、水路、ハリエオ,オカは、ビワコという水の流れの上に成立する生態系は、非常に巧妙なバランスを保っており、人間の食べ残しによって、水が腐るというようなことはない。 ハリコは古代の日本において新たに切り開いた土地を意味するハリと水辺を意味する絵から生まれた地名であり、すなわち古代の開墾民が故障の支配的な環境を整備して造成した土地であることを示している。なお同じ由来を持つ同盟地名として島根県雲南市大東町大東花粉振興がある。ハリコー区が 世界的な注目を集めるきっかけとなったのは、写真家、今森光彦の指揮のもと、NHK によって制作されたドキュメンタリー番組、NHK スペシャル映像下山命めぐる、水辺である。この番組は2004年、平成16年1月に放送され、ハリコーク在住の漁師、田中三五郎の日常と美しい、川端の様子が大きな反響を呼んだ。国際版。 英語版では動物学者で自然番組のプロデューサーとしても著名なデイビッド・アッテンボローがナレーションを担当した本作品は2005年9月25日第57回イタリア賞のテレビドキュメンタリー文化一般番組部門で最優秀賞を獲得し他にも数々の国際コンクールで最高賞を獲得するなど世界的に高い評価を得た 前述の作品をきっかけとしてハリコークには多くの観光客が押し寄せることとなったが、もともとハリコークは観光地ではなかったため、多くの問題が発生することとなった。最大の問題となったのは、小さな集落の中を突然外部の人間が多数歩き回るようになったため、地区内の住人、特に子供が不安を覚えるようになったことであった。そこで、地区内の有志によって、 ボランティア団体、ハリコーナモ水ミズの合意委員会、スナイ用図の里委員会が設立され、ガイドツアーという形で、地区内の川端を案内するようになった。すなわち、川端を観光資源としたエコツーリズムの始まりである。一方、同地区でも番組放映当時には、ほとんどの家が川端を使わずに、水道水を使っており、地区内の水路にもゴミが散乱しているような状況であった。 しかし、外部から観光客が訪問するようになったことで、逆に川端や流水の貴重さが見直され、多くの家が川端を復活させた。また、水路にゴミが捨てられるということもなくなった。2006年、平成18年からは川端で洗剤を使用することも禁止された。同地区でのエコツーリーズム実践が評価された結果、主催団体、 ハリコーナマミズの合意委員会に対し、環境省によるエコツーリズム対象が選出された。以下は、その活動概要である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。